認証官とは、日本の政治において、日本国憲法あるいは法律に基づき、その任免にあたって天皇による認証が必要と、される管理の通称。ここでいう、管理は、一般職及び特別職の国家公務員を指す。なお、認証官は、法律上の用語ではない。認証官の認証において行われる式典を、認証式という。実際の例では、 天皇の認証を必要とする認証官の任命式については認証官任命式という形で行われ、任命権者による任命において天皇がその事例に侵書するという形式で認証が行われる。認証とは対象となる行為が権限ある機関によって正当な手続きを経て行われた事実を確認し交渉する行為を指す。天皇による認証は 日本国憲法第7条に基づく国事行為の一つであり、道場による認証としては、いわゆる認証官の任免の認証のほか、全権委任状及び、大使、公使の新任状の認証、御者の認証、批准書及び、法律の定める、その他の外交文書の認証がある。具体的にどの官職が認証官に当たるのかについては憲法を、 または個別の法律より規定されるが、国務大臣、高等裁判所長官など、内閣、裁判所に置かれる官職の内行為にあるもののみが、認証官とされている。ただし、国会に設置される職は天皇による、任免、認証の対象とされていない。任証官とされた官職であっても、任免を行うのはあくまで、日本国憲法や、各法律に規定された。 任命権者であり、天皇は、その人面の、認証を行うのみである。認証を書いていた場合にも、対象となる行為そのものの効力には影響しない。このため、認証自体は、形式的な行為に過ぎないが、宮中にて行われる儀式と合わせて、当該官職あるいはその地位にあるものの権威を高める、効果を持つ。中央省庁再編前の政務次官は認証官では、 なかったが、再編後に新設された、副大臣は認証官となり、その地位の向上が図られている。また、自衛官の地位の向上のため、大将に相当する統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長及び、航空幕僚長の職人ある省を認証官とする、ことが政策として検討されている。認証には、内閣の助言と承認を要する。ただし、 新内閣成立時における国務大臣の任命についての認証については内閣総理大臣以外の国務大臣が未だ任命されていない。したがってこの場合には性質上新たに任命された内閣総理大臣のみによって内閣の助言と承認が行われることになる。なお内閣総理大臣と最高裁判所長官の二つの官職のみは 任命に先立つ、指名は、前者は、国会、後者は、内閣からなされるものの、官職への任命行為は、天皇が自ら行い、天皇による認証は行われない。したがって、内閣総理大臣と最高裁判所長官は、認証官には含まれない。内閣総理大臣や最高裁判所長官を、任命する儀式は、新任式と呼ばれている。大日本帝国憲法下では、 天皇が任命する管理について、信任感と呼称していたが、現憲法下では、儀式の呼称として、信任の文字が残るものの官職の区分としての、信任感は用いられていないため、内閣総理大臣と最高裁判所長官を一括して、官で表す区分呼称は存在しない。ただし、公的な行政権の行使等に関しない、場面においては、区内府、 宮内庁が新年祝賀の告示文中などに、新任官の表記を用いた例もあったが、1951年6月16日付官報の、皇室事項欄掲載の、皇太号大葬儀の式次第に関する報告を、最後に使用されなくなった。当然ながら、旧憲法下において新任官であった者への恩給など、過去の管理に言及する場合については、 当然のことながら今なお、立法、行政、司法の公的な場で、信任感の表現は使用されうる。認証官任命式と認証の形式国務大臣の、歓喜の例認証官の認証においては、認証式が行われる。実際の例では、天皇の認証を必要とする認証官の、任命式については認証官任命式という形で行われ、 任命権者による任命において天皇がその事例に、新書するという形式で認証が行われる。認証のための儀式は、認証官任命式というが、認証を要する管理を任命する必要が生じる都度原則として、皇居聖殿、末の間にて取り行われる。式では、天皇の面前で、任命権者から、御事の押された歓喜が伝達され、 天皇から当該官一人数とに対し、住人ご苦労に思いますとの言葉がかけられる。この時認証を受ける者は、直答しないでもおくするのが慣例である。なお、認証官任命式が取り行われるのは任命の場合のみであり、面官の場合は宮中への参大はせず、五国内閣官房から事例書を受領するだけとなる。定員が複数である認証官については、 個別の所掌事務、干渉特定しない官名としての認証が行われる。例えば、総務大臣たる国務大臣については、天皇は国務大臣への任免部分のみの認証を行い、総務大臣への任免に関する認証は行わない。このため、総務大臣を務める国務大臣を外務大臣に閣内移動させる場合や、広島高等裁判所長官を務める。 高等裁判所長官を大阪高等裁判所長官に配置官する場合のように、換気上の官名に変動がない移動の場合は、新たな認証は行われない。ただし、副大臣については、府省を特定した官職であるため、内閣改造等で総務副大臣を務める者が、法務副大臣へ移動する場合らは、その都度新たに認証を受ける必要がある。 新内閣発足時の新認識と認証官、任命式の間閣内閣総理大臣の任命について定める日本国憲法第6条には、日本国憲法第7条とは異なり、内閣の助言と承認の文言がないが、内閣総理大臣の任命は、日本国憲法第4条の、この憲法の定める国事に関する行為に含まれる。ため日本国憲法第3条の効果として、 内閣の助言と承認を要する。そして、内閣総理大臣の任命について、先例では、日本国憲法第71条の規定によって、従前の内閣が助言と承認を行うことになっている。この内閣総理大臣の任命によって、従前の内閣はその地位を完全に失うことになる。したがって、新内閣の国務大臣の任命、認証までの時間は、 内閣総理大臣以外の国務大臣が不在状態となる。しかし、憲法上、内閣は合議体であることを本質とすることから、内閣総理大臣の任命の時期から国務大臣の任命、内閣の成立までは極めて短い期間であることが期待されていると考えられている。かつて、 片山内閣では1947年5月27日の内閣総理大臣任命後の同年6月1日に国務大臣が任命され、また第2次吉田内閣でも1948年10月15日の内閣総理大臣任命後の同年10月19日に国務大臣が任命されたが、いずれの場合にも内閣総理大臣任命から 組閣完了まで数日を要し、このような手続きの取り方に対しては、合議対たる内閣制度の本質に反するもので妥当でないといった、批判があった。これに対して、第三次、吉田内閣では1949年2月11日の、内閣総理大臣指名後の同年2月16日に、組閣が完了した上で、内閣総理大臣と国務大臣の任命が、 同時に行われ、このような手続きを取る観光が憲法の趣旨に合致するといった評価を受けた。その後は、次期首相となる者は、指名を受けた者の資格において、組閣の準備に取り掛かり、国務大臣とする者をあらかじめ選定した上で、その後、内閣総理大臣の任命と時間的に密着する形で、 国務大臣の任命と認証の手続きが取られることが一般的となっている。今日、新たに内閣総理大臣が指名される場合、多くの例では、いわゆる組閣作業を済ませてから、新入式、ついで認証官任命式を取り行うが、この場合は、両式の間に、おおむね1時間程度の準備時間が生ずるとされる。憲法第71条の規定により、 全内閣の全閣僚は、新任式における新総理任命の時点でその地位を創出するため、認証官任命式での新国務大臣の任命、認証までの約1時間は、厳密には総理以外の国務大臣が不在状態となるが、宮中に止まっているため、総理が自らに対して、各省大臣の臨時代理や委員長、長官、 特命担当大臣の事務取扱いの発令は、しないのが慣例である。ただし、組閣作業未了で、新認識だけをまず取り行った場合は、その間の措置として総理が自らに、各省大臣の臨時代理と委員長、長官、特命担当大臣の事務取扱いの発令をする、ことで、行政権の空白を生まないようにすることとなっている。そのような臨大。 こととりの一斉発令の事例としては、期間の長いものでは、片山内閣が、短いものでは、羽田内閣などがある。また2019年における考慮では、新内閣の大臣が、認証官任命式を終える前は、当然にして、前とされる大臣はいるので、大臣空白ということはありえない。〇〇を人事官に任命するについて、右つしんで認証を仰ぎます。 令和年月日、内閣総理大臣院、認証を表すため、この書面に、天皇は自ら、証の文字の印象を応印する。指名、人事官に任命する。令和年月日、内閣院、漁名漁字人事官指名、元により本館を免ずる。令和年月日、内閣、漁字参考までに、 内閣総理大臣を任命するときは指名。内閣総理大臣に任命する。御名御事。令和年月日。内閣総理大臣。制度上認証官となった式の早い順に記載する。この場合、その職そのものが純粋に認証官であった期間のみを、太字の対象とする。ありがとうございます。